原発の寿命が原則40年と。で、これを細野豪志原発事故担当大臣が発表しまして、40年以上の運転は極めて難しくなったという発言をしたんですね。それから、あの、わずか11日後、細野原発担当大臣が外国に行っている最中に、実質60年運転することもできますよという、そういうふうに受け止められる延長期間の上限が、 えー、指名されました、うん、一体この政府はどうなっているのかと疑いたくなるような激しい方針のブレだと、東京新聞、社説で書いてるんですけども。はい、はい、そこまでの話でね、はい、あのー、そこまでね、今,今の、このあと太田さんの話があるんだけど、そこまでの話はね、あのー、この番組で細野さんがそういう発言をしたと、まあ、個人の発言じゃないだろうと。 で、しかも、ただ、もう、その新聞、3誌4誌全部一面トップだったわけだよ。原発、うん、原発、40年、40年ね。厳しく検査。だけども、その頭に原則っていう言葉がついてたのね。うん、どの新聞にも原則40年。うん、で、この番組では、ね、このまた原則40年っていうのは、やってますよ感じゃないですか。うん、ね。政府はもう、40年、ね、やめるんだ。 ね、実 <laughs> 質的には一番長い原発は稼働してるの、今42年稼働してるやつがあるわけだから、うん、そんなものをね、こ,この細存さんになってる即時停止だよね。うんね でだからそれに原則がついてるから、怪しいなって俺は発言をしたんだけど、うん、この番組の中で、のその下の根も乾かぬう,うちに、それから11日間経って、今度60、六十、うん、年間って話が出てきたわけだよ。うん、まあ、その話の間には、でも、あの、これ50年間にすると、42年稼働してるやつは、あと8年で終わっちゃうから、20年ぐらいがいいんじゃないのそういうのが、アメリカ的には、アメリカではそんな例だよみたいな話で、そんなふうになっちゃったんじゃ ないのってこれは政府の あの、機関の、内閣府にある機関の。はい、あの、これを記者会見で発表したのが、内閣府のその内閣官房の荻野徹さんという副室長の方が記者会見して発表したんですけれども、その非常に大事な発表を、その細野原発担当大臣が外国に行ってる間になんで事務方の官僚がするのかなとすごいね思ったんですね、いないときに。で、この民主党政権のね、 その、なんていうのかな。まだこう、稚拙な部分がたくさんあって、うん、政府の中もは、うん、 発言があちこちでしてるねって話を太田さんとしてたんですけども、だまあ、なんだこの政府はっていう発言だったんだけど、でもよくよく考えてみるとね、大竹さんっていう、あの、太田さんのこれから後の話があるのね。はい。うん、あの、野田政権、その官僚に踊らされてるっていうふうによく言われてますけど、ひょっとすると私たちが想像しているさらに以上に、ひょっとすると民主党の閣僚の方とか政治家の方が自分たちで気づいていないうちに、うんうん もう官僚の皆さんのシナリオ通りに動いていて、ひょっとして手のひらで動かされて、踊らされてるだけなのかなという気が、ふとしてしまったんですね、まあししで。そういうふうに考えるとね、ね、うん、と、細野発言もね、うん、今度の発言も、妙に納得がいくんだよ。うん、だから打ち上げ花火だから、前の発言は、うん、ね、そうすると、こう、政治家が。 やってんじゃねえなこれこれもう蚊帳の外になってんのか。蚊帳の外にいるんじゃないのか、政治家は、みたいな気持ちになってくるっていう話だよね。はいそれからあの枝野経済産業大臣は、比較的原発に対して厳しいものの言い方をしてまして。慎重だよね。はで、東京電力の値上げに対しても、一般家庭の値上げに対しても、そんなことを許されるわけがないというふうに言っていたんですが、あの今日の新聞を見てみると、やっぱりストレステスト、福井の大井原発、それ を評価する方向に事態は進行していますし、うんうん、それから朝日新聞によると、その政府と東京電力が話し合いをして、うん、家庭向けの電気料金も値上げを政府は容認する方向に今、動いていると、うん、やっぱり枝野さんの言ってることも、ちょっとやってる感でしかなくて、実質はその、うん、お枝野さんが言ってることと反対の方向に着実に物事が進んでいると、うんうん、このずれは何なんだろうなっていうふうに思うんですね、えー、なんだろうね。なんかうん そういう発言をね、聞いてきて、まあ、政府の中が一枚岩になってないんじゃないかっていうふうに思ってたんだけど、なんかそういうより、 ことよりかなんか問題は、ね、もうちょっと深くなってるんじゃないかなって。<ー>まあそういうことが分かってきただけでもね、政権が変わる意味があったといえば、か今までは分かんなかったわけだから、<ー>政権変わる意味があったっていうふうにね、なんとか自分を納得させたいんだけど、実は、そうじゃなくてですね、ここに、これも太田さんが見つけてくれた記事なんですけど、正解地獄耳っていう記事があるんですけど、はい、これは、総理になる前の,の、 野田佳彦さんの演説なんだね。はい、これをどこも、太田さんちょっと、まあ、ちょっと早口になるかもしれないけど、はい、でもいや、これ、時間ギリギリだけど、太田さん全部言った方が、全部言った方がいいと思う、ね、日韓スポーツに載ってるんですね、はい。日韓スポーツです。太田さん。はい。野田さんが2009年の政権交代がなった時の、その、選挙の時の街頭演説で言っていることです。はい。マニフェスト、イギリスで始まりました。ルールがあるんです。 書いてあることは命がけて実行する。書いてないことはやらないんです。それがルールです。書いてないことを平気でやる。これっておかしいと思いませんか書いてあったことを4年間何もやらないで、書いてないことは平気でやる。それはマニフェストを語る資格がないというふうに皆さん思っていただきたいと思います。その一丁目一番地、税金の無駄遣いは許さないということです。天下りは許さない。渡りは許さない。それを徹底していきたいと思います。 消費税1%分は2兆5000億円です。12兆6000億円ということは消費税5%ということです。消費税5%分の皆さんの税金に天下り法人がぶら下がっている。白ありがたかってるんです。それなのに白あり退治しないで今度は消費税引き上げるんですか消費税の税収が20兆円になるならまた白ありがたかるかもしれません。鳩山さんが消費税を上げないと言ったのはそこなんです。 シロアリを退治して天下り法人をなくして天下りをなくす。そこから始めなければ消費税を引き上げる話はおかしいんです。徹底して税金の無駄遣いをなくしていく。それが民主党の考え方であります。今、野田さんは命がけで 消費税何をやろうとしてるかっていうと。消費税上げようとしてる。命がけで、不退転の決意で消費税を上げようとしてるんですシ白アリはどこ行ったの白アリ退治してないのこの前の発言では、ね、マニフェストに書いてあることを命がけで実行すると。あんた命いくつ持ってんのと。ね。5個も五、6個も持ってるわけじゃあるまいし。なん <laughs> だろうね、この発言はと。 いくら民主党が政権取る前の発言。でも、あ、民主党は政権取ってたのだよ。ここいやいや、取る前の,取る前の選挙、選挙の前の発言。いくら選挙の前の発言とは言えだな。これはちょっとすごいなと。でも、白アリは確信持って言ってるよね、うんうん、この時はそ。そこでも確信ある。ちゃんと確信を持って白アリは突き止めてたんだよね。だけど、実際、お家なの中入ったら、うん、もう、わやわやでもうこれ無理だってなっちゃうのお家がが、白アリがご主人って。あのー、ね、やっぱし、ここまで来たらね、 俺、徐々に改革してってっていうのは、まあ今までの既得権益の話だよね。<理>既得権益を徐々にっていうんだけど、まあ今の動きを見てると、うん、そういうのはちょっと無理なんじゃないかなと。ーんなじさ、さうん、なんだ、ね、この,っのやっぱしやんなくちゃいけないことはね、抜本的にっていうことをやっぱしやんない限りね、うん、なんかこう、まあ、まあ石炭にとってみのね、うん、石炭が、 重油になって、重油が原発になって、ね、原発が当然、今度ささ、再生可能エネルギーに変わっていった、ね、石炭に従事してきた人はもうね、うん、日本ではこう、少なくなって、どんどん少なくなっていった、うん、そういうことをやっぱ考えていかないと、政治家の資格はないと思うんだけどね。